どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。では、今回追加した雑談に関してです。感染者減少。頑張れ日本。今回の雑談は途中まではいつもの感じだけど、後半がいいよな。泣いちゃったでしょ。まさか2回連続で泣かされるとは思わなかったな。前回のカンボジアの英雄、中田敦彦さんの話も良かったもんね。中田敦彦さんの話はこのチャンネルにも上げてありますので、ご覧になってない方はぜひどうぞ。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。同じく説明欄には過去にアップした動画一覧へのリンクもあります。涙あり笑いあり、暴言あり怒りあり、と盛りだくさんです。他のもぜひ見てみてください。ニコニコ動画って使ったことないなぁ。という方でもリンクを押すだけですので簡単です。ところで、私も最近久々に買い物で外出したんだけどさ。2020年1月頃からの流行り病の関連ね。そうなのぜ。緊急事態宣言下だけど、結構人出があるんだな。まあ強制力はないしね。好き勝手やる人はやるでしょ。それでさ、霊夢が以前言ってた通りで、ランニングしてる人も結構いるんだな。でしょ。ちょっと怖くない？そうなんだよな。歩道なんてそんな広くないのにさ、向こうからこっちにハーハー言いながら走ってこられると恐怖感があるよな。すごく広い道とかで何メートルか距離が取れれば良いけど、普通の歩道だと数十センチのところをすれ違うしかないもんね。中にはマスクして走ってる人もいたけどな。でも基本はマスクなしで走ってたな。まあ、その人が感染してて、さらにそれを移される確率なんてすごく低いとは思うけどね。そりゃそうだけどやっぱ怖いのぜ。ごほごほごほ。え、最近味覚が、なんか近くないか。ごほごほ。ひぃ。続きはニコニコ動画でね。口パクじゃん。